人の道に反するのだ。私は正当包囲して勇者を引きずり出すよ。趙雲殿と趙飛殿は南門を頼むよ。甲冑殿は東門、わしは北門になるかね。諸君の民は侵略者になど屈さぬ。おかしな森だね。慎重に進みなさいな。三奪者どもめ、この先へはやらんぞ。戦車の分などと聞いて呆れる。よくやってくれた。敵将討ち取ったり。貴様は神器をどこへ捨てたのだ。オラたちの国から出ていく。下がれ。劉備殿は人徳によって職を収めてくれる。劉備殿は平和な世のため、お前たちのために戦をしているのだ。徳や大使では腹は膨れねえ。オラたちは今の暮らしを守るだ。盗人は帰れ。忍ばじゃ。若武もよばすか。敵将討ち取ったり。イノシシ武者よの、これが最後の戦になろうとは。敵将討ち取ったり。
外門を開けて味方を引き入れてみようか。痛い目に遭いたいか。撃ち取ったり。これが最後の戦になろうとは。敵将撃ち取ったり。次はわしの番じゃ。オラたちの国から出ていけ、よせ者。このままで済むと思うな。敵将撃ち取ったり。まだかかれ。やれやれ、こんなところで落ちちまうかね。諸葛亮、竜ならもっと高く飛べるのかね。まあ、あしはここらで一休みすぎるよ。あっしは一足先に休ませてもらうよ。終わりかよ、クソ。敵将撃ち取ったり。攻めの手を緩めろ。図に乗るなよ。敵将撃ち取ったり。ああ、私のせいで。もう迷わぬ。みんな見ていてくれ。よし、一気に劉備の首を狙うのだ。一人か、死にたいようだな。参る。ここまでか。敵将撃ち取ったり。さらに味方を引き入れ、敵を威圧するのだ。やるな、その調子だぜ。すまない、罪なき民たちを。敵将撃ち取ったり。
からが本番だぜ。攻めの手を緩めるな。一気に打ち破る。生徒は包囲した。龍将殿、くだられよ。大使として刃を交えず下ることはできん。よくやってくれた。いざ参る。私はもう理想に迷ってはおれんのだ。間質復興、この蜀の地より始めさせていただく。護衛武将が仕官してきたようでな。この護衛武将はその際二国に及び万年傑物と称される人物のようだ。